おはようございます。今日は6月22日ですね。気温が38.6になっているのは、温度計の、部分に直射日光が当たってるからなんであれなんですけど、数字は当てにならないんですけど、とにかく暑い日です。室温は26.0で50%ですね。はい。とにかく暑い日というだけですかね。まずは、そして今日はガテマラです。ガテマラにしました。今日の質問、コーヒーのことを詳しい人ってコーヒー関連の資格か何かを持っているんですか？コーヒーのことを詳しい人ってコーヒー関連の資格か何かを持ってるんですか？ということですね。基本的にそんなもん持ってる人は、あんまりいないんじゃないですかね。昔からの人はもう絶対持ってないですよね。で、ある程度の、なんつうんですかね、そういうことに興味を持ってる人たちが増えてくると、そういう資格を、作ろうというふうな、流れになることはありますよね。だから、やっぱそういう、コーヒーに関する、なんつうんですかね、協会みたいなとこが、そういう資格を、作って、その資格で、儲けようという、魂胆はやっぱ現れますよね。だから、なんかその資格を持ってると、すごそうな感じもするし、まず第一に資格っちゅうのを取るということは、ある意味体系立てて、勉強できるという良さはありますよね。コーヒーに関する、勉強ができるという意味では、悪いことではないですよね。ただ大前提として、その資格をもう作成する、当然、人たちがいるわけですよ。コーヒーに関することを、一生懸命、試験をやる、テキストを用意するための、先生たちが、いるわけで、そういう先生たちが一生懸命、そういうテキストみたいなものを多分作ると思うんですけど、当然テキストを作る人たちはテキストを作る人たちで、優秀な人たちが、当然作るんでしょうけど、所詮そのテキストを作る人たち以上には、当然、資格を持つ人たちってないわけですよ。つまりどういうことかっていうと、例えばテキストを作る人たちは所詮あれですから、すごいこう何十年とコーヒーに関わってきたわけではないわけですよね。テキストを作る人たちっていうのは、もっとどうしても日が浅いわけですよ。で、そういう人たちがテキストを作るのに対して、例えば昔から喫茶店をやっている、コーヒー屋をやっている、焙煎をとに取り組んでいるとか、なんかになってくると、もっともっとキャリアのある人たちがいっぱいいるわけですよね。で、そういう人たちは、おかしな言い方だけど、もっともっとある意味、経験も積み、ノウハウも持っている可能性がある。この可能性があるっていうとこが、くせもんで、だからといって資格をどうこうというようなテキストが作れるわけではないわけですよね。ただ可能性を持ってるわけですよ。だからある分野に関しては、そういう人たちのが圧倒的に知識も経験も持ってるわけですよね。だけど、そういう資格に関しては、そういう部分が浅くなるわけですよね。全体的にざっくりと、どうしても、必要になる、情報としては必要になるんで、浅くなるわけですよ。だからそういう意味合いで言うと、
その、資格を持ってることがすごいことかどうかは、まあ、微妙になっちゃうはなっちゃいますよね。ただ、そういう資格を持つ、そういう資格のために勉強することによって、初心者が一気に何十年かの経験を持つ人と同じとこまではワープできる、価値はあるような気がしますよね。そういう意味合いで言うと、まあ資格を持つことによって、まだ、経験が浅い人が何十年選手と同じとこまで一気に、来ることは悪いことではないような気がしますね。ただ、まあ資格自体が商売でもあるので、それはそれで、まあ、いいような気はしますよね。免許改伝で、まあ、お金を取る、家元制度でお金を取るみたいなノリっていうのは、一つの、まあ、なんつうんですかね、そういうやり方っていうのもあるわけだから、それはそれでいいような気がしますけどね。うん、まあ、松屋敷は家元制度でも何でもないんで、結局ただ単に、こういうふうに、まあ、こういうふうな建て方すると松屋敷だよみたいな感じだけですからね。家元制度になってると多分上納金も払ってみたいなノリになるんでしょうけど、まあそういうものがない緩い、つながりだけですからね。まあ、その点は、まあ、ありがたいなという気はしますけどね。うん、だから実際に、コーヒーのことを詳しい人っていう、その詳しい人って、この場合どういう人か、まあ、例えば Q グレーダー持ってます、コーヒーコーディネーター持ってます、コーヒーインストラクター持ってますみたいな、こういろいろなのを持ってるっちゅう、例えばそれを持ってるっちゅうことを、ある意味公表することによって、最低限この程度の知識はありますよっちゅうことが、まあ、言えるわけだから、うん、それはそれでいいですよね。まあ僕なんかはもう何も持ってないですもんね。ちょうど、何年か前に東京でセミナーを開いた時に、セミナーコーヒーの、まあ、勉強会みたいなのの講師をまあ、講師っていうほどのもんでもないんですけど、やった時にですね、参加者はコーヒーインストラクター1級みたいなのを持ってたりとか、結構いるわけですよ。当たり前のようにそういうのを持ってるわけですよ。ところが、講師の方は、講師は僕なんですけど、僕の方は全くそういうのを持ってないんで、結構あれですね、結構面白いなと思いましたね。つまり講師は何も持ってないけど、生徒はそういういろいろな資格を持っている。そして教えるのは、その資格を持ってる人ではなくて、資格を持ってない人がみんなに教えるっていうのもちょっと、面白いなとは思いながら、その時に講義をやったような気がしますね。ただあれなんですよね、例えばこう何かの、講師をやるみたいな感じで、例えばあったとするわけですよね。例えばコーヒーの抽出の講師をやる、まあ、焙煎の講師をやるみたいな時があったとして、じゃあ、僕は何も資格を持ってないわけですよ。コーヒーインストラクターも持ってなければ、Q グレーダーも持ってなければ何もないと。その状態で講師紹介みたいなとこにじゃあ何が書けるかっていったら何もないんですよね。つまり何もないっていうことは何かっていうと、講師紹介のとこで、こういう資格を持ってますよ、この人はこういう資格を持ってるから、
信用できますよっていうものが何一つないから、そうすると、まあ、せいぜい語るとしたらあれですからね、コーヒー屋を何年やってますみたいな、ことだとか、焙煎を何年、続けてますみたいなことを語るぐらいしかないわけですからね。そう考えると、あ、いざ何かの講師やるときにはちょっとあれですね、箔がないですよね。まあ大体、まあもともとが、まあ箔があるタイプではないですけど、まあ箔がないですからね。だけど大体多分教える機会があるとしたら、そういう教える時には、あまあ集まってくる人たちはどっちかっていうとズブの素人ではなくて、やっぱ専門家の人が多分多いと思うんですけど、多分専門家の人たち、こう、生徒で集まってくる人たちのがよっぽどか、あ、そういう資格を持ってたりするんだろうなという気はしますけどね。まあだから、あの、現実に商売を始める人たちにとっては、商売を始める人たち、コーヒー屋さんという商売を始める人たちにとっては、あの、資格を取るっていうこともまあ悪いことではない気がしますよね。なぜなら、その資格を、持ってることによって、素人にはったりはかませることができるという良さは圧倒的にありますからね。だから、僕なんかは、まあ、たまたま、30何年、コーヒー屋をやってますけども、そうじゃない、新しく始める人たちはやっぱり、あいつはどんなもんじゃいというふうに、当然コーヒー屋さんを、まあ、一般の方は、まあ、ある意味新人のコーヒー屋さんに対して、どんなもんじゃいっていうふうに、まあ、考えると思うんですよね。その時に、こういう資格を持ってますよ、こういうとこで修行したんですよ、そういうやっぱり履歴があった方がなんかはったりはかませますよね。そういう意味では、まあ、あの、資格を取ることも悪いことではないかなという気はします。今日はガテマラですね。ガテマラいいコーヒーですね、やっぱりね。今日は間違いなくアイスコーヒーを作らにゃいかんですね。じゃんじゃん作らにゃいかんって感じですね。今日、まあ、一応、ペットボトルで、アイスコーヒーも作りますし、水出しの、アイスコーヒーも作りますしっていう感じで、結構いろいろと、アイスコーヒーをじゃんじゃん作らにゃいかんかなという気がしますね。今日は暑いですから。販売の方はですね、夏ギフト、水出しコーヒーで夏ギフトもやってます。ちょうど、ここで言うと上の棚にあるんですけど、まあ、箱詰めのギフトっていうのも、用意されてます。あと、まあ、レンジで時短、まあ、これは、まあ、日常使いの、ものなんですけど、5個パックがお値打ちなんで、まあ、それがおすすめなんですけど、夏空の誘惑という方美人が、水出しコーヒーが5個パックで、5個パックで、1500円になっておりますので、よければですね、お買い求めいただきたいと、はい、と思います。とりあえず今日は暑い日になりますので、アイスコーヒーたっぷり用意して、待っております。はい、止めます。